はい。赤オケパート5で完結と言いましたが、ちょっとね、今度はこのニューゲームにして、まあ、こっから動けるので、ちょっと無線なしでいこうと思います。あ、ここは何でもなかった。ここら辺は今んとこ読まんで。無線はし、あ。んで、確かロット5やから。開かない。で、この後にセーブポイント。あれ、セーブポイント。セーブポイントは？逃げねばならん。よし。で、ここで、2、7。あや？なぜじゃ？ロットマイナス1。ということは、さっきと違うのかい？もしかしてさっきと違うか？ロットマイナス1。これはもしやあれか。答えが違うパターンか。ウォーク。やめとけ。仕方がないね、まったく。無線は無視。ああ、間違えた。どっかでセーブできんかね。ちょっとやり直しの手間を少しでも遅くするためにセーブしよう。開かない。んで、ここにセーブポイントがない。後ろに誰かいる。で、ここは置き換えろでしょ。おっと。
おっとおっと。これは、答えが変わってるパターンか？もう一度だ。CTS が CS と。R1 が CI と。おいほい。GND が SG。これは変わんないのね。ほい。RD が R にも、これも変わんない。RTS、CTS、RI。まあ、これも変わってない。変形したい形態、自転車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 、変化する子。多分ここで正ということは、あの、お隣のお部屋に行かねばならんとね。ほい。ほい。はいはい。E、DTR、GND、DSR と。特に変わったところはないわね。じゃあ何が違うのだ？おっと！うん。そう簡単に生かしちゃくれないようだな。こっから来んのかい？でもそのもん、メモの内容そのものは変わっとらんみたいな。わお！次のセーブポイントまで来たよね。ガオ。こっち行こう。こっちでセーブしよう。よし。もしや一度あの部屋に入らないとダメみたいな感じかな。そういうシステムだったら嫌やね。RD、RS、SD、CS。CS イコール CTS。CTS は8だ。これの CTS のマイナス1だからこうや。
オッケー。おし。それこれじゃな。そりゃそうだろう。そら前におるわ。みん、こんなんあったか。ほいほい、全然方にはかかりが強いで、ま、スプル2000あるから、あたり内部データ覗くか。で、こっからどこ行くんだっけな。で、順路はこっち。壁寄せにすると前から来るのか。ほい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 。そんな高等技術は私にはありまへんで。ちょっと廊下が広いわね。ここに青いやつがある。あ、いた。順路はこっち。 A と連絡通路戻ってきたよ。終わったー。 なんか髪が気になるんだかな。よいしょ。やっても体力を書いた。どっからだ。オッケー、ここからだ。順路こっち。A と連絡通路の下にセーブポイントあったから、そっか、もうそっから行こう。おい、開いた。オフセーブポイントがね。順路はこっち。この下にこれがあるので、セーブポイント。なんか増えとる。待ってると時間が終わったら、ロボテットで気になるのに、ロボ学部参加し2ページだけのハンドブック1冊。よく言うわ、とてつつつつつつこぼすことが大きく分け、とてつつつつつ引いてみた。タックスに発信倒す。そらなとつに倒かすぞい。はいはいはい。もう一回、はい、開発。どうする？日本の問題は、ハリホンヘトイロか。じゃあ、ない方で CDS でるるる。はい、スロンじゃ。チロンチロンチェックだ！同じや。
逃げないでくれよ、助けて。レイ頼む、助けてくれ。俺は同じ被験者。君はレイだろ。いたら止まって。順路はこっち。まあいろいろ増えているが。うおっとっとっと、なんかテレポートしてなんかやつ一瞬テレポートしてたぞ。はい、ということでね、パート6はここで終わりましょう。それでは皆さん、バルディアス、次回へ続きます。